エクラとは、集英社が発売している婦人向けファッション雑誌である。50歳前後の主婦層を主なターゲットとし、毎月1日発売。2007年3月1日に、プロト版が発売され、9月1日で正式に、月刊化。雑誌名はフランス語で、輝きを意味する。創刊時には盛んにテレビ CM などで宣伝を行い、阿川沢子、山本陽子、 マリーアスキュー、霧島カレン、久保京子等の人気女性文化人や人気女性モデルが起用された。2008年10月号で黒田千恵子が移籍し、これ以降レギュラーで表紙を飾っている。ベリーなど公文社のファッション誌で長らく活躍し、同年春に同社間、ストーリーを卒業してから半年でのカバーモデル起用は注目を集め、 朝日新聞2008年9月13日号でも取り上げられた。2011年3月号では、集英社の漫画大抗本ワンピースの発行部数2億冊、突破記念キャンペーンとして、表紙大臣の右上に海賊マークが描かれた。モアなど、同社たちが代々的にコラボキャンペーンを展開する傍らで、紙面の雰囲気を重んじた、控えめなものとなった。 同じ2007年に創刊されたマリソルは姉妹誌。また、ターゲットを同じくする他社のライバル誌としては、アンド、プレミアム、ハーズなどが挙げられる。2011年以降美容と健康をメインに取り上げる増刊号、エイジングバイブルが年2回程度発売され、2014年に年4回間の上げオフィシャルサイト、オーラゲとしてリニューアルした。ありがとうございます。